はい、皆さんこんにちは、とりです、今日はようやくですね、僕の家に東京西川さんのマットレスと、あと無印良品さんの見えるかな、このベッドフレームですねが届きましたので、今から組み立てていきたいなと思います。はい、じゃあまずはこちらの無印良品さんの方から、ベッドフレームなんでね、こっちから組み立てていきたいなと思います。いいよっ、とりゃとりゃせいさあ、よっとりゃ、うおー、これは一苦労になりそうだぞ。これが横になるのかな、でこれを敷き詰めてみたいな感じになるのではないかと思います。はいはいはい、わかりましたわかりました。これが向こう側だから、とりあえずこれが横棒ですと、こちらをはめていくという形になりそうです。おう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 、うう、家が狭くて 5.8 畳ぐらいしかないんですよ。これをですね、この穴にこう差し込むんですね。はい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 、おっ、おっ、入ったかな。 OK 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 OK、 そしたら、こうか、普通に考えてこうだよな。来た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 、え、ワイヤーどこに通すの、開き止めワイヤー、はいはい、こんな何、なんか隙間空いてる、え、嘘でしょ、これ縦だ、横じゃない、縦でした、こっちでした、なんかおかしいなと思ったらこっちでしたね、これもこっちでした。おう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 、よいしょ、はい、完成したくね、これは完成したんじゃね、めっちゃ簡単や、めっちゃ簡単だった、はい、完成しました。こちらがベッドです。そしたら次はこっちの東京西川さんの方を開封していきたいなと思います。そっそっそっ、おお、こう、ふん、はい、ということでこちら東京西川さんのマットレスです。めちゃくちゃでかいですね、うわすごい、こんなになってるんだ、よっ、これがマットレスです、はい、わお、よっ、できたー、ベッドだー、すごい、よーし、こんなんで良さげなのけ、こんなんで完成ですかね、完成うわお、ベッドだー、最高だ、僕初めてなんですよベッド、ちょっと足の裏が汚い、僕ベッド初めてなんですよね、イエーイ、ずっとあの床にマットレス敷いてだったんで、ああいいね、最高だね、はい、っていうことでベッドが無事に完成しました。これで1ヶ月間とか寝てみて寝た感想とかを、言いたいなと思います。あとこれ以前にですね、このシーツじゃなくて上に、あ、シーツなのか、やっぱり汗とかがね染みつかないようにこちらの上に敷く、あ、シーツなんですね、シーツを買いましたのでこちらも敷いていきたいなと思います。はい、
これかぶせるだけなんでめっちゃ楽なんですよね。はいはいはい、イエーイ完成しました。やったー、いや最高だ、これはいいぞ、これはいいぞ、マジでこれは最高だぞ。ああ、これで快適な睡眠ができそうです。はい、やっぱ練習するにあたってね、なんか寝違えたりとかすると最悪じゃないですか。やっぱ人生の3分の1が睡眠らしいですよ。それをね、やっぱいいマットレスとかいい環境で寝たいじゃないですかっていう理由でいいマットレスを買いました。はい、これでね、また練習とか頑張っていきたいなと思います。1ヶ月間とかね使用してみて、またレビューとか伝えれればいいなと思いますので、はい、今日は無印良品のベッドフレームと東京西川さんのマットレスのご紹介でした。皆さんもぜひ買ってみてください。本日はこの辺で動画をしたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。